縄は山だって楽しいシリーズの第2弾は名護市の粉河滝を紹介しています。この動画では国道58号線の中押し交差点付近から粉河滝入り口までの道のりをフロントガラスに取り付けたカメラで撮影し紹介したものです。ご覧いただいている地図の通り、58号線の中押し交差点から粉河滝までは大きく2つのルートがあります。青色のルートは牧屋ダム管理所の横を通るルートで、最も距離の短いルートですが、道幅が狭く途中の分岐も分かりにくいルートです。オレンジ色のルートは距離は少し長くなりますが、比較的道路幅があり間違いにくいルートです。この動画ではオレンジ色の距離はありますが分かりやすいルートを通ってみました。なお分岐や目印なども途中紹介しながら粉河滝を目指します。それでは間もなく中押しの交差点です。左に名護市立羽地中学校が見える交差点です。ここを右折し粉河滝入り口を目指してドライブしましょう。